ちょっ、ちょっ、はい、ということで、まあ、ちょっとあの人生を振り返ってみたいと思います、はい、東海大相模に何か話があったんでしょ。そんなに熱心じゃなかったと思うんですけど、うん、ちょっと話でも聞きました。あのその中学時代の成績っていうのは良かったの？良くないんですよ。良くない、はい、あの野球部員がもうすごい多くて、で僕が3年生になってちょっと試合投げたぐらいなんですけど、うん、最後の夏の試合に惜しくも負けたという、うん、1回戦で、うん、その時は内容は良かったんです、うん、どこでやってたの？横浜市の鶴ヶ峰中学っていう。中学校でやってたの？はい。軟式なの？あ、そうです。へえ。当時シニアとかあったよね、こっちの方は。ありましたけど、なんか神奈川、僕らの時は学校の部活動で、うん、やっぱりこう名前を売ってる選手が多かったです、ね。あ、そうなの。はい。いや、それでそれを蹴って誘いを足蹴にして、原監督の また言い方がいやいや、原監督の母校である相模をに行かず。はい、桜ヶ丘っていう高校に、はい、まあ、進学校だよね。そうですね、はい。それなんで勉強好きだったの？まず東海大相模ぐらいの学校に行ってやる自信は、まあ、ゼロでした。その野球をね、はい、うん、あのレベルの高さ、うんうんうん、あと自分の中ではそこまで中学校野球に打ち込めてなかったので。あんまり好きじゃなかったの？みんながやるから、まあ、体を動かそうかな、健康な体を作ろうみたいな、そういうことではない。ちょっと説明していいですか？それ。いや、いいですか、はい、あの学校自体1学年14組ある学校だった。マンモス、はい、うん、1クラス40人ぐらい、うん、野球部ってもう多分僕の感覚だと200人ぐらいいたような感じなんですよ、1学年で。いや、あの全部でです。あ、全部、はい、多分です。来てない人たちもいたんで。校庭って結構広かったんですけど、うん、そこが全部プレハブ教室が建ってるんです。へえ。運動するスペース全くないんですよ。で、野球部の練習はプレハブ教室の間の細い通路でキャッチボールするのと、ひたすら外周です。学校の前を走る、全然楽しくないじゃないですか。全くね、はい、何やってるか分かんない、はい、ですからもう外周の途中で一番近い友達の家に行ってスペースインベーダーをやったりとか。野球やってないじゃない？やってないですよ。そんなのがたまたま3年生ぐらいに投げた試合で好投して、なんかあのピッチャーいいぞっていうことで声がかかったんで。当時はどんなピッチャーだった？まあ、例えば球が速かったとか、それともやっぱコントロールが良かったとか。コントロールはまあまあ良かったですね、はい、速さはそうでもない、はい、いや、それで塾に通って進学していくわけじゃない、はい、で野球はやめようなとは思わなかった？やりたかったです。あ、いや、それはやりたかったんだ、はいはい、で高校の時はどういう野球部だった？なんか緩そうな高校やな俺なんかボッコボコにされて育ってきたけど、はい、されてないでしょ。あ、ありました、そういうこともあった、はい、神奈川ってやっぱり私立が強いんですよ、うんうん、そうよね。で公立はやっぱりベスト8ぐらいの位置づけなんですけど、うん、そこには行けそうな高校だったんです。あ、そうなんだ、はい、うん、一つ間違えば甲子園もあるぞみたいな。そうですね、甲子園目指してた？本当に真剣に。あ、自分最後の3年の夏は目指してます。本当か、はい、なんかそんな熱さが伝わってこないんだよねあ、そうまあでもやはり青春のような野球部ですね。1学年上が4人しかいなかったんですよ、うん、で最初は4人に結構こうガツガツ言われてたんですけど、うん、僕らはちょっと拗ねるんですよ、うん、そうしたら4年生、あ、その時の3年生は4人で、4人だけじゃ試合できないんですよ。そうそう、最後は夏の大会前に僕らに力を貸してくれって言ってくるんですよ。でじゃあそうやって僕らもやりますよみたいな感じでこう最後結束していくんですけど、女子のマネージャーが何人かいて、抽選で強い高校とか引いてくるとごめんねとか言って泣いてるんですけど、大丈夫だよ俺たち勝つからみたいな、そういう青春だな、はい、タッチみたいなとこはそうだね、はい、マネージャーと付き合ったの？はい、キャッチャーが付き合ってました。あ、そうなんだ、はい、なるほどね。いや、それで高校は何回戦？この時は4回戦です。あ、4回戦、はい、どこに負けたの？日大日吉っていうところね、日大高校です。日大日吉ね、はいはいはい、その年日吉は決勝まで行くんですよ。へえ、はい、何対何ぐらいで？あ、2対1で負けました。あ、惜しかった、ね、はい、1対1でずっと行って僕が8回に1点取られて負けるという。あ、それでアジア大学行くじゃん。はい、これなんでアジアを選んだの？
高校の野球部長とアジアの、まあ、そういうスカウティングやる人が親しかったんです。それで、まあ、2年生の時からちょっとこう見てたらしい。だってさ、はい、高校の時受験してまで、ね、はい、進学校選んでて、はい、なんで六大だととか、はい、そこを行こうと思わなかったの。あ、まあ、そこ勉強してたら受験してても入れたろ、はい、それなんでわざわざ日本一厳しいようなその緩い高校から厳しいが、もうギャップがひどかったんじゃないの緩い高校っていうと僕 の、 あの OB たちが違うぞって言ってるかもしれないですけど、いやいや、でも高校生に出る高校に比べたら全然ですけどね。いや、その野球の内容が緩くとかじゃなくて、先輩後輩の半端ないいろいろあるじゃない、はい、その高校から一番なんかここ厳しい、はい、門限もきつい、はい、で周りに遊ぶところはない、はい、畑の真ん中にポツンとあるようなところを選んだ。だいぶ豊さん、僕のこう過去に興味を持ち出してくれてる。いやいや、興味あるよいや、まあその部長とかね、そういうのが仲良かったと、それでアジア進学を決めたと。最初僕も六大学希望しました。そうでしょ。はい、しました。3年生になって僕ほとんど勉強してなかったんですよ、うんうん、2年までちゃんとやって、うん、で3年になってもう野球でより進学したいっていうのがあったんで、まあ、ほぼやってなかったんですけど、特に有名な大学になると勉強会っていうのがあるじゃないですか、うん、そっちの参加もあったんで違う方向に行こうと思ったんですけど、違う大学ですね。そうしたら関東のナンバーワンサマンとか言われてる人たちが結構そこに内定も取ったんですよ、早々と。例えばその時、はい、誰、名前挙げれるとして、まあ、最初は六大学希望したんですけどその後じゃあ違うところっていうことで僕は東洋をお願いしました、うん、東洋も変わらないよ、アジアと。ですか、うん、どうなんですかでもアジア大学って全然あの認知されてなかったですよね。俺知らなかったもんですよね、うん、どこにあるかも分かってなかったです、うん。ちょっと待って、はい、神奈川とか関東で左ピッチャーでいいピッチャーって言われてる人間が他の大学決まったんでしょ、はい、その左ピッチャーって誰なの？上尾高校の日野っていう。あ、知らない、はい、左ピッチャーだったんですよ。それナンバーワンと言われて、はい、関東ではもう有名なピッチャーで。何言ってんだと思ったでしょ？思ってないです。本当に、はい、認めてた、はい、あ、いいピッチャーだなと思ってた、はいはい、何とも思ってなかったら多分言ってると思うんですよ。ああ、なるほど、はい、いや当時はね、はい、もここに行ったら4年間良くても2番手だなっていう。そこにやっぱりアジアが熱心にこう入る条件ってあるじゃないですか、うん、矢野監督だったの。そうです、うん、はい、いろいろこう推薦の中でも、うん、ある、ね、はい、あるじゃないですか。その中でやっぱりこういい条件を、あの君だったらこれで来てくれないかって言われて、で最初はやはり厳しいっていうのを聞いたでしょ。はい、聞きました。はい、パンチさんともその時セレクションとかで会いましたけど、うん、はい、いかがなもんかなと思って、体がそんなに頑丈じゃなかったのでおそらく故障するだろうって親も思ったんですよね、うん、で学校の方に怪我とか故障で野球ができなかったらどうするんですかって聞いたら、その時はちゃんと学業があるんで4年間学業頑張ってくださいっていう、まあ、なんかね、野球部を辞めなきゃいけない時に学校も辞めなきゃいけないっていう、まあまあ確かにね、そういうイメージを親が持ってたので、それは心配ないって言われたことで、じゃあお世話になったらっていうことは親は言ってくれました。言ってどうだった？言ってまあ自分の想像と、はい、受けた仕打ちと、はい、想像絶したでしょ。はい、超えてましたね相当な覚悟で行くよね、はい、僕が出た高校から大学に行ったら初めてなんですね、うん、高校と大学ってこう一つのラインができるじゃないですか、うん、できるね、こう毎年何人来るみたいな、ね、うん、2人で行ったんですよ、うん、セカンドと僕がピッチャーで2人で入学して、セカンドの子はまあ早々と辞めたわけですよ、やっぱり、はい、うん、でも自分がもう最後の砦だっていうぐらいの気持ちで、まあ、辞めれないよね、はい、だって高校のあれがラインが消えちゃうもんな、はい、今思えばそんなことまで背負ってやる必要もなかったんですけど、そうそう、その時はそう思って、うん、あと何日で2年生になれるとか、うん、そんなことばっかり考えて。でもその時は、まあ、アジア大学に入ってプロっていうのはあんまり意識してなかったでしょ。1年生の時は思ってないです。そうだよね、はい、高校の話から、まあ、入学まで考えるとプロなんていうのは、まあ、意識してないのかなっていうふうに今聞いて、はい、何年ぐらいからプロ意識したんですか。僕2年生なんです。
それはどういうきっかけ、まあ、OB が来て、僕1年生の時はストレートとカーブしか投げてなくて、まあ、負けてる試合で時々投げさせてもらったっていう立場なんですけど、2年生になった時にスクリュー系のボールを OB の人に教わったんですよ、うん、スクリュー系っていうのは誰に教わったの？OB である黒髪さんっていう東芝で活躍した人です。黒髪さんっていくつぐらい？俺一緒にやってないかな。高さよりは上のは、まあ、間違いないですけど、はい、結構あの都市対抗でも賞とかも取ってる人、ね、なんか有名な人だよね、はい、その人にスクリューと牽制を教えてもらいました。牽制も分かったもんな、ボーク取られるまでは。その時はそれで先発できるようになったんですよ、オープン戦が良くて。たったその一球を教えてもらったっていうことで、そこ、はい、から勝てるようになった、はい、中央にも勝ちました。いや、そりゃそうだね、はい、あれだけ、30? あ、勝ち星ですね、32です。32勝ってんだもん、はい、だからそりゃ勝つよな、中央から。それでそのシーズン優勝して、うん、賞ももらって、日米に選ばれて、うん、アメリカ行ってとか。アメリカ行った、はい、行きました。いいよね、アメリカ、はいはい、緩いしな。マクガイアとかいましたよ、あの時、はい、あ、そう、はい、対戦してんの？してます、ね、抑えた？スクリュー多分打たれたと思います。 あんまり、はい、楽しすぎて結果まであんまり詳しく覚えてないんですけど、うん、でも打たれました、よく打たれました。あ、そう、はい、それで2年の時に意識をして、2年の時に内田監督って、いや、内田監督、はい、呼ばれて、はい、まあ、将来的なちょっとこう軽い面談みたいなのがあったんですよ、2年生のシーズン終わったんで、はいはいはい、早いね。多分3年になると社会人がもう取り来るんですよ。ああ、そうかそうか、はい、2年のもう終わりぐらいに将来どうしたいんだってことを聞かされて、社会人で頑張りたいですとかなんか言える雰囲気じゃないですよ、まあ、野球でいうとまあプロ野球が1番じゃないですか、その時で社会人がその次だとしたら2番目を選ぶことが、お前それぐらいのこう、まあ、気持ちしかないのかとか、うん、志とすればな、まあ、言われそうだったんで、うん、そこでプロを目指してますって言わなきゃいけない空気もあったんで、うん、そこで決意表明をしたんです。監督は、あ、もうそうかっていうことで、次の日からアジア大の野球部もやっぱ100人ぐらいいる組織なので、うん、もう試合出ない学生コーチみたいな人たちがいるじゃないですか、うん、その人たちがもうワンツーマンでメニューを組んで教えてもらえるようになって、もうそこからこうどん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 プロに近づいていくような内容になってきました。やっぱり意識するとやっぱこう自分もやり方とか、例えば10本走るとこ10本走っとこうとか、あ、そうです、ね、まあ、そういう意識は芽生えてくるよね、はいはい、競馬の競走馬のように、うん、もう笛が鳴ったら走れとか、うん、そういうのがもう植え付けられてるんで、まあまあそうだね、もうこうやって倒れて座っててもピーッとか吹かれちゃうんで、とも走るっていう、まあアジア大学はそうだよ ね、中央でいくら笛吹いても、はい、多分寝てるやつは寝てるよ。その辺はあの今思えばありがたかったですけど、言わなきゃよかったなっていう後悔もちょっとありました。なるほどね。山本和之さんっていう阪神の、はいはいはい、あの人が大先輩ですけど、うん、当時内田監督は、和之はお前がこの頃にはこんなことができた、うん、こんな練習をしてたってことを常に言われて、当時はまだ山本和之さんに会ったことないんですけど、山本さんに近づくためにはこれぐらいやんなきゃいけないんだってことを、まあ、伝説としてこう話が残っていくよね、植え付けられてやってました。中央は全くその伝説はないんで、あそこに飲み行ってたとか、はい、そういうことの大学だった。あの全日本選んでもらって、中央大学のグラウンドで合宿があるんですよ、一瞬。 あの雰囲気いいなと思って、よかったでしょ、はい、ね、俺あの雰囲気が好きで行ったんだから。わかります、はい。